この世界ではいろんなモンスターが知られてるけど、中でも不気味なのはゾンビだね。死んでるのに動くなんて医学の摂理に反してる。やだ、ゾンビ怖い。ライラちゃん、本当に怖いのは狼男だぜ。だって男はみんな狼って言うだろ。カオー。あら、ネズミ男がなんかほざいてるわ。だからネズミじゃないって。次回、ザ・マージナルサービス第8話、ゾンビはショッピングモールがお好き。死んでも物欲ってなくならないのかしら。